はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、こちらです。バジン、ババン。炭火焼き、極うまカルビ、金田さん。食物繊維、軟消化性テキストリンっていうんですかね、を、配合し、風味、味にこだわり食べやすく仕上げました。写真はイメージですと。あるんですけれども、こちらがですね、金額はセブンイレブンさんで、ミニストップさんで購入いたしました。298円でございました。100g あたりのカロリーが522キロカロリー。これ全部でどのぐらい入っているのかというと、量が書いてない。30g ってことは、3分の1にして、150キロ、そんなないんですね、じゃあね。ここにいろいろ書いてあります。お酒のお供にどうでしょうかとか、刻んでチャーハンやサラダトッピングにとかですね、あと、お弁当やご飯のお供にということで、上に乗っけて食べてね、みたいな感じ。あと、野菜に巻いてとかですね、焼肉感覚でと書いてあります。一体どんなものなんでしょうか相当期待して買いました。298円、約300円なんでね、めったに買わない。あ、完璧に。カルビの香りです。ババン。何これ、なんか、焼きすぎて焦げちゃったカルビみたいな感じですね。どういう、温めた方がいいのかな、これ。何これが298円。どうしましょう。どうしましょう。ちょっとこの人はちょっとこの辺に置いといて。ね。どうなの？一番カルビっぽいです。ほらこんなんだもん。こんななんか燻製みたいな。ドライな感じですよね、だいぶ。これをご飯に乗っけて、温めたらいいのかな？ねえ。まあいいや、いただいてみたいと思いまーす。硬い。あ、でもビーフジャーキーとかも硬いもんね。これ。なんだろう。味は、ビーフジャーキーみたい。これ、温めた方がいいのかね。でもご飯の上にってのは厳しいかな。これ、なんかやっぱ、ちょっと温めないと、ね。あ、ビーフジャーキーです、本当に。硬いもん。ね。まあ。バツバツバツ。まあちょっとありかな、ありって感じですかね。でもなんかこれ見ちゃうと、そっかーって感じでしたね。ありがとうございました。なんか口からなんか出たような気がするな。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、炭火焼き、極うまカルビでございました。はい、ありがとうございました。